戦うんじゃんボケ。パー何もできないじゃないか。どうやってやるんだこれ。おい、石ころパワーが使えない。何もパワーがない。これはどうやってやるんですか。これちょっと待って、大変なことなんて、大変なこと。助けて、ちょっと待って、何もできない。何もありえ、ありえない。ちょっと待って、分かったぞ。うわー、友人なんとかしろ。これ太陽って言ったって、これやべ、無理。ちょここに隠れてれば大丈夫かな。ちょっと大変なことになってきましたね。ちょうわ、これ石ころパワーまずいよ。これ何もできない。友人早くしろ、なんとかしろ。これおい、まずい、まずい。よし、友人が来た。おぉ、センキュー、壊れで。あったぞ。うわ、センキュー。うわ、早くなんとかしろ。うわ、来た、これ吸収するんだ。早く、壊れるよ、吸収して。うわ、やばい。いやぁ、できた。これで石ころパワーが使えるんですか。おぉ、しかしこの究極の状況でどうやって使いこなすんだ。全然練習できないじゃん、これ。やばい、まるでボールダッシュ。やばい、ボールダッシュ。ボールダッシュはいいんですけど、ダッシュしかできないよ、お前。ダッシュしかできないんじゃ、どうやって逃げることしかできないか、お前。まずい。よし、逃げて。ダッシュ。石ころパワーじゃない。やばい、友人早く新しい技を持っていてくれ。とりあえずこれ逃げるしかないんだな。オッケー。動きが重いぜ、非常に重いぜ。出てしまう。無理だ、早くしろ、なんとかしろ。あれか、オッケー、走って、終わりで吸収して。吸収、オッケー、2個目のパワーをゲット。さあ、これで新しい技が増えます。お、これでミサイルというか撃てるんだね、石ころが。よし、これきつい状況だよね。よし、コンクリートキャノンを発射だ。わー、これか。うわー、だけどね、倒せない、これじゃ。いやー、おい、ちょっと待って、やばいよ、逃げて。やばい、いつのこんなもん。こんなんで攻撃できん。おい、おい、うわ、これ当たってんの、これどうなってんの。うわコンクリートキャノンじゃん。しかし鍛えられてないから、すげえ弱い。うわ、冷静にいけ。しかしこんなもんじゃお前倒せないぞ、おい。どうやってやんだよこれ。やべ、回ってきて、コンクリーティング。よーし、うわ、コンクリートキャノン全然効いてないんじゃないのこれ。やべえ、しかし動きが遅いな、あいつは。でかいからね。やべえ、あいつやべえ。同じコンクリートパワーで戦うなんてな、まさかそう思ってなかったぜ。よし、やなんちゅう形だあいつは。うわ、生きてる。いや、はい、友人、はい、なんかミサイルかなんか持ってきて。新しい技を、友人が立ち上がる。うわ、やべやべ、くそ、おい、でかいんだつんだ。やべ、これはきついっすよ。ちょっと動きめっちゃ遅いんだこれ。コンクリートキャノン、地味にコンクリートキャノン。やべ、もうなくなったんですけど、どうやって吸収すんのこれ。もう一つあるか、他にもあるかも。他にもあるかもって。うわぁ、やばい、壊れるよ、吸収だ。ギリギリの状況だ。白熱しております。これはコンクリートジャンプ。お、空をちょっと飛べるっぽいね、これは。でも空止めてもねって話で、少しはまあこれで攻撃をかわせるかって。コンクリートブースト、おお、結構高く飛べる。これはいいぞ。うわー、こいつを超えていくんだ。お、結構高く飛べるな、これいいね。なるほど、コンクリートパワーいいじゃないか。うわー、とりあえず逃げることしかできない。そしてこれだ、あ、ミサイルも撃てるようになってる。うわー、コンクリートミサイル、そして超えてー、やばい。お、これでも結構いいね、コンクリートパワーいいね。これで撃つしかないんだ、地味に撃って。よし、こいつら超えていけ、いやー、
ない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 。しかも結構長い間飛ぶ。いいっすねこれ。めちゃめちゃいいじゃないですか。うわ、なんちゅう生き物だこれは。もうやばい。高い位置まで飛んで越えて、うわ、でももうちょっと速く走りたいんだけど、ちょっと全然ダメだこれ。うわ、やばい、来てる。ほら、コンクリート。よし、越えていけ、越えていけ、飛んでいけ。よし、よし、これで越えて、そうか、わかった。これで走ればいいんだ。これで走って、逃げて、逆から地面に行きますよ。てか、早いんだよ、お前。ふざけんな、こいつ。よし、やばいやばい、ちょっとすげえ、速度が増してきてるやつ。壊れるよ、早く。壊れるよ、早く。よし。なんか、ミサイル的なやつは早く。おそらくミサイルがあるはずだ、きっと。お、壊した、ちょっと。そして、もう、ない。え、これが欲しかったんだよ。マジで？もう一個あった。よし、これラストだな。これがきっとミサイル的な技だ。壊れるよ、九州だ。し、最後の技はいいね、めっちゃ強そうじゃないですか。やってやろうじゃねえか。コンクリートスピア発射。よっしゃ、やばい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 、飛んで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 逃げて。しかしコンクリートパワーはどこで吸収するんでしょうか。これはやばい、石があれば吸収できるのかな。それともよっしゃ、くらえコンクリートスピア。あ、わかんないけど、うわ、とにかくこれ早く打つんだ、打ち込んで。よし、逃げて。そしてコンクリートパワーの吸収ができない。うわ、早い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 、おら、究極だな、おい。あ、空中だと速いのか、移動がめっちゃ。分かった分かった、いいぞいいぞ、まだ打つんだ。おっしゃ、フリートミサイル、ほ、うわー、おー、すごい。ちょっと結構なかなか地味に速いぞ。うわー、どこで吸収してんのこれ一体。うわー、やばいやばいやばい、逃げてー、やばい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 。もうちょっと結構きついんですけど、どこでコンクリートパワーを吸収すればいいんですか。どこで吸収できるんだ。いやー、来てる来てる来てる、やばい、やべー、なんだこれ、どうなってんだ。でもなぜかわかんないけど、いつの間にかちょっとミサイルが溜まるんだけど、どういうことだ。シュッ、うーわー、あいつの近くに行くと面白い、たまる。そういうこと？どういうこと？うわー、やべー、来てる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 、ああ、やべー、来てる、なんだこれ、逃げらんねえぞ、やべー、ちょっとやばいやばい、死ぬ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 、早くしろ、なんとか逃げろ、なんとか逃げるんだこいつの攻撃をかわして。うわー、スピアスピア、うわっしゃ、近くに行って飛んで、うお、やばいやばい、これやばい、これやばい、やばい、ちょっと逆逆逆、あ、溜まってる、やっぱ相手の近くに行くと溜まるっぽいね。うー、やばいやばい、これまずい、これ一回かっ、 OKOKOK、 よしよしよし、うおー、やべ、ちょっときついっつうの、なんとかしろ、やべ、技がきつくなってるきつくなってる、やばい、強くなってる、うわ、これきついな。どうやって倒すんだ、今だ、シュッ、うわー、おい、よっしゃ、なんとかしろ、なんとかしろ、なんとかしろ、うわ、なんとかしろ、飛べ飛べ、よし、飛べ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 、お、あいつ近く行ったらめっちゃ吸収した、よし、オッケー。うわー、きつすぎるこれは、冷静になるの難しいよ。うわー、ダメだ、ちょっと走っても逃げ切れない、高く避けるしかないんだ、方法としてはちょっと待って、避けられないんだけど、もうなんだこの技は、今度なんだこれ、なんだ、おい、ちょっとどうなってる、コンクリートパワー吸収、吸収してー、やられたー、マジっすか、どっから、あー、マジこっからかよ、きついな、またパワーだいぶ回復してるし、へー、参ったな。よし、あいつの近くに行かなきゃ吸収できないんだろう、よし、あいつの近くを通って吸収して、あの状況をどうやって倒すかな。うわー、やばい、来てる来てる、この穴、うわー、やばい、飛んで逃げるしかない、方法としては、うわー、やばい、
読めねえぞ動きが。おい、これ最後ボスですか、もしかして。ねえ、なんとかしてこれ。ついんだけど、ついんだけど。飛んで逃げて。うわー、こいつの上を通ればなんか少し回復されるんですよ。うわー、間違えた間違えた、今だ。ほら、うわー、やばい。よし、逃げて。うわー、スライダーで打って、やばい、逃げて。ちょっとね、隙がないんですよね、あんまり。今だ、来てる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 。動きが遅い。しゃ、一旦逃げろ、一旦逃げろ、回復しろ、回復しろ。よし、オッケーオッケーオッケー。やばい、来てる来てる来てる。冷静に行け、冷静に行って、飛んで飛んで飛んで、吸収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 、オッケー。やべ、早い。くそー、ほらほら、よし、超えろ。飛んで、こいつの上を飛べば多分回復しますね。よし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 。ただ一気に満タン回復しないからきついな。ほら、よし、飛べ、飛ぶんだ飛ぶんだ飛ぶんだ。こ、やばい、ギリ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 のラインで、ギリギリのラインで、ギリギリのラインですよ。はい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 、はい、やばいよやばいよ。ああ、来てるよ。もう一回飛ぼう、もう一回飛ぼう。こいつの上を飛ぶんだ。よし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 、なるほど、よしよし。よしよし、こいつ飛ぶしかないね。一番いいのはこいつの上を越えていくことだ。そうか、よーし、シュー、もうこいつの上だ、上を、とにかく上を。うおー、ちょっと待ってちょっと待ってっつーの。おい、ちょっとやべえ、よけてよけて、くそ。おい、ちょっと、おい、どうなってんじゃこりゃ。ボゲー、うわー、あら、あっ、うおー、さらに技が変わった。まずこいつの上を飛んで、よし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 、吸収してる吸収してる、 OK。 なんて究極の状況なんだ。うわららうわらら、うわー、よし、上を越えろ。よし、しゃあ、画面変えて、こっちだ。あいつが近寄ってきた。よし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 、まだまだ来る、あいつは。よし、やべ、くそ、避けらんないっすね、これ。撃ってる暇がない。逃げる暇もない。やべ、来てる。どうなってんだ、どうなった、 あいつはどれ、やつはどれだ。うわー、分解してやがる、分解してやる。うわー、し、飛ぶんだ、やつの上を。よし、こっち行け。し、やべ、来てる。よし、今だ、上を止め、上を止め。よし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 、あとちょっとあとちょっと、負けるわけにはいかんのじゃ、ほら、ほら、負けるわけにはいかんのじゃ。よっしゃ、やべ、しよう、楽しいじゃねえか、やってやろうじゃねえか。ほら、超えていけ。やべ、なんだ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 、ふぅ、一旦かわして、なんとかかわして、なんとかかわしてくれ、頼む。よし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 、うわ、やばい、くっそ、これは全部かわすしかないんですよね、これ今だ。よっしゃ、うん、当たってる当たってる、なんだこれ、どうなってる。よし、飛びましょう飛びましょう、よし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 、あとちょっとだぞ、なんとか行くんだ、絶対倒すぞこいつ、絶対倒すぞこいつ。うわ、マジコンクリートパワーなんじゃボケ。やべ、よし、一旦これは、逃げます、逃げれる限り逃げます、逃げれる限り逃げます、そして逃げてさらに逃げる、そろそろ一回止まる、あーと思うけど、やべやべやべ、引っかかる、くそっ、しゃー、あーら、あーら、くそー、やばい、ミサイルが溜まんないときついぞ、あーやばい、究極の状況です、常に究極。いやね、来てる来てる来てる、ほら、俺らもう一発食らっとけ。うおー、来てるぞ、はいはい、目が痛い。うーあー、うわ、もう全力で追ってきてる、こいつやばい。よし、
ほら、おら、いっしゃー、けしら、どうだよ。よし、よし、固めてやれ。ああ、どうだ、痛いだろう。嵐が静まり返ったそこにはコンクリートの隙間から目を覗かせるオーグスティンの姿が。ついさっきまで怒りに満ちていたその目に浮かんでいたのは恐怖。俺たちは彼女の要塞を取り壊し、 DUP も解体し彼女の野望を阻止した。そして全世界はオーグスティンの失脚を目の当たりにした。それを成し遂げたのはゲームオタクと元役中、それに田舎の不良。オーグスティンがいなくなり、人々は喜びに沸いた。今まではコンジットと人間が共存できるなんて誰も思っていなかったけど、俺が新しい時代を切り開いたんだ。カードン・ケイに長年囚われていたコンジットたちは全員解放されることになった。それぞれの道を歩み、自分の未来を決める。そして俺も目的を果たせた。あとは約束を果たすだけさ。ベティ。ベティを直すんだ。そうだ、デールシン。ベティ久しぶり。戻ったの。一番最初にコンクリートにされたんですよ、足を。ベティは直した。消えた。ああ、治った。ベディ、なくなってる。約束通りだろ。他のみんなは帰って、一番にここに来たんだ。命の恩人だよ、デルシン。アコーミッシュは仲間を守るだろ。レジーは？兄貴は俺を救った。兄貴、寂しくなるぜ。
はい、ということでインファマスセカンドさん、まさかの最終回でした。いやー、今日最後になるつもりじゃなかったんですけれど、オーグスティン倒しました。ありがとうございました。まあ、正確にはサブミッションとかちっちゃいミッションはまだ残っているんですけれど、僕はメインストーリーを終えて、実況はここまでにしたいというふうに思います。まあ、おそらくですね、悪のストーリーもやってみてくださいっていうリクエストは来るかと思ってるんですが、そちら気になる方はですね、ぜひご自身で買って、楽しんでいただければなというふうに思います。まあ、全のストーリー全部クリアしてみての感想なんですが、まあ、意外と短かったなっていう感じはしたんですが、とにかくグラフィックが素晴らしかったですし、ストーリーはさすがでしたね。笑いあり涙あり、白熱の格闘シーン、素晴らしいストーリーでした。ギュッと楽しいものを詰め込んだゲームだったかなというふうに思います。改めまして、セイキンゲームズインファマスセカンドさん、最後までご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました。これからもですね、僕らしくゲーム実況チャンネル頑張っていきたいと思います。ぜひチャンネル登録をして応援をしていただければなというふうに思います。それではまたお会いしましょう。 See you next time。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。PC の方はこちらのボタンをクリック。スマホ、タブレットでご覧の方は動画概要のリンクから。ぜひチャンネル登録、そして応援をよろしくお願いします。